画家。山水画の画法に変革をもたらした。その画は、後世からも高く評価され、中国、日本の画家に多大な影響を与えた。署名は、ごみちこ。悲の出身。酒を好み、筆を振るう時には、必ず酒を飲んだ。小、長曲屋がともあきらに学んだが、大成しなかった。その筆跡は、節気日に似ていたと伝わる。そのため、 絵画を学び達し、石律に使え、勝利となり、その関係により、食堂の山水を写し取った。そこで、山水画の新たな画法を創出し、一家を成した。演習傷休憩の剣状となった後、幻想により、宮中に召され、なお道元と改めた。内京博士を授けられ、御事のりがなければ、描くことができない立場となった。官位は、寝よう。 利権の友まで進んだ。開元十三年、元僧の大山法然に堂々し、そこで、長局と剣部の達人である、はい、明と会った。また、はい、明により、落葉の寺写における、寄進壁画の制作を依頼され、私の画質は長く言っていない。もし、頼みたいとあれば、剣部を見せてくれと答え、この時に見た剣部により、筆がさらに進んだと伝わっている。 この時、イムカタジケナ、チンと共に、金鏡図を描き、三絶と称された。天保年間に、幻想によって、食堂の過量香水の写実を命じられた。五道元は、学校をチーずに、眺めて、心にとどめ置き、後に、大道殿に、それを描く見事のリがあった際には、食堂、過量香三百夜里の山水を、ついたちにして、描き終わった。幻想は、 また、山水画の名手と歌われた、李オモウ君に命じて、大道殿に描かせたところ、数ヶ月かかった。元宗は、李オモウ君の数月の後、ごみち子の一日の後、皆その名を極めりと表したと伝えられる。その活動は、開元10年から、天保八歳の落葉、元元皇帝のご性病の描画まではっきりしている。また、落葉、長安の所持に、 壁画300件余りを描いており、男性式の有用雑草で何度もその壁画に関する描写がなされている。五道元は筆と墨だけで描き上げ、彩色は弟子が言った。特に地獄図が得意であった。また、幻想に命じられ、正規の画像を描き、この画をもとに全国でまばらいが行うように命じる告知が出されている。また、仏教にも熱心で常に、 混合業を所持していたと伝えられる。老年期のエピソードと思われるものに、天保年間に、五道元と同等の名声のあった画家のようには光が、五道元の肖像画を本人に黙って、囚人の前で描き、五道元を呼んで見せつけた。五道元は驚いて、老夫水宗、何を用ってか、これをずすと、ようには光に行ったといったものが残っている。五道元の画は、物、仏像。 鬼神、金獣、山水、大伝、草木、すべてのジャンルにおいて、絶大な評価を受け、当代第一と称せられた。同時代のところ、からも、筆を下せば、神あり。これ長創用の後、みなりと評されており、万刀の長飛公園は、歴代名画期において、これを是とした上で、子貝氏、陸元無比と比べ、ただ一人、同等の評価を示し、 超創用の上位に置いている。また、超飛公園は、ただだ五道元の後のみ、六方ともに、全く、万象を必ず尽くし、新人種を貸し、増加を究極すと言いつべしとまで絶賛している。三水の変は、五道元に始まり、李を君李くん、利や秋になるとし、画の六方の変革者と位置づけ、画生と表している。また、同じく万刀の主経験も、 当庁名画録において第一位の新品上にただ一人評価している。男性式も五道元の壁画を称えるクレガレンクを作成し絶賛している。その画法は線に抑揚や強弱をつけることで躍動感や立体感を出すもので陸朝時代の画法を脱するものであり後世の画法に大きな影響を与えた。しかし、 現在ではその親戚は残っていないとされる。八十七神仙図鑑五道元と同等の名声を得ていた。仏像画、仙人が、包丁画や山水画にだけ画質が五道元に似ていた。やや筆跡が細やかだったが、その仏像画は五道元に劣らなかったと評される。当庁名画録では第六位、名品下に評価されている。慶長の出身。 東朝において、左武衛将軍に任じられた。馬や獣を描くのに長けていた。彼の獅子の画は、百獣をおののかせたと伝わる。番頭にもその画は称えられた。五道元とが作した、近鏡図でも、獣の画を担当した。東朝名画録では、第四位、名品城に、評価されている。会計の出身、栄王府の調理に任じられた。人物画に優れており、 開元年間に宮廷に入り、幻想の肖像画を描いていた。直命により、多くの作品を手掛け、祝想の肖像画も描き、番頭にもその画は称えられた。五道元とが作した、近鏡図では、幻想肖像画と乗馬、照らしよる白の画を担当した。当庁名画録では、第5位、名品中に評価されているが、人物画は、新品であるとされる。 五道元は筆で描き上げると、そのまま立ち去ったので、敵縁と超倉が彩色を行った。その彩色の濃淡は常に的確なものであった。構図は荒いが、明快で構想が豊富であった。十件の寺院壁画を東海内に描き上げるほどであったが、画法については五道元に全く及ばなかった。細画に長けていたと伝えられる。名は伝わっていない。 地獄や仏像を描くのに長けていた。その画は、五道元に似ていたが、少し劣っていた。その画は、五道元に似ていたが、際に限界があった。細画を得意とし、狭い画面に、山水や細かいものをよく描いた。五道元を真似て、荘厳寺の三門に壁画を描き、非常に出来が良かった。五道元はこれを見て驚き、出力は普段は自分に及ばないのに、 私に匹敵するものを描き上げた。聖魂はこれで尽きてしまったと言った。その後、1ヶ月ほどで死去したと伝わる。当庁名画録では、第6位、名品下に評価されている。ありがとうございます。